おはよう。おはよう。おう。あのさ、今日クライアントとの打ち合わせの後、時間あるかな？ご飯行かない？ちょっと話したいことがあるんだ。わかった。もう決めたんだ。もう小細工なんてしない。自分の思いまっすぐに伝える。そしてあいつと。既成事実を。勝負下着で今日にかける会社の同期。ん？嫌な予感がする。あら、誰かと思ったら。取引先に君がいるなんて大学ぶりね。あなたの部屋に泊まったのが最後だったかしら？先輩のこと忘れちゃった？承知しました。では今回はそれでいきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。いよいよだ。落ち着け。私、じゃあ打ち合わせも終わったことだし、再会を祝して飲みに行くわよ。私の計画。すみません、嬉しいですが、今日は同僚と食事に行く約束があるので、また今度にしましょう。それじゃあ再会を祝して乾杯。お断りしませんでしたっけ。同僚ね。あなた、いい匂いする。どこかで会ったことある？初めてお会いしたと思いますけど。あ、そう。ま、いいか。この子とも仲良くなりたいし、みんなで行こっか。え？